オーストンウミツバメは、ミズナギドリメウミツバメ科に分類される鳥類。北、太平洋西部繁殖地としては、ハワイ諸島、伊豆諸島、小笠原諸島、北、硫黄島が確認されている。日本では陶器に繁殖のため飛来する。全長24から25.5センチメートル。翼海五56センチメートル。お葉には深い切れ込みが入りアルファベットの V 事情。 全身は黒か色の羽毛で覆われる。大雨副上面の羽毛は淡褐色で、飛翔時には明瞭な体模様に見える。くちばしや甲子の色彩は黒か色、亜熱帯の海洋に生息する。風の強い高所から風の弱い低所に急降下し、急降下の勢いと風力の差を利用して、再び高所へ上がることを繰り返し長時間羽ばたかずに飛翔することが多い。 食生は動物食で魚類、甲殻類、軟体動物などを食べる。繁殖形態は卵生。地面を掘ったり岩の隙間等に、日本では12翌2月に1回に1個の卵を産む。ヒナは4から6月に育つ。天敵となるカラスの増加や人為的に移入された猫、クマネズミなどによる卵やヒナの捕食などにより、生息数は減少している。 またゴミの誤飲や油汚染などによる生息数の減少が懸念されている。以前はミッドウェー諸島や鳥島でも繁殖していたが、現在は繁殖地が壊滅している。ありがとうございます。